D-BOT N7 のレザーマッピングによる清掃の様子を紹介します。清掃の軌跡はスマートフォンアプリエコバックスホームで確認することができます。ロボット掃除機の清掃の音が大きくなりました。これは絨毯のところにロボット掃除機が来ると絨毯を判定しまして清掃能力を最大にします。そのために音が大きくなりました。考え込んで止まる時があります。6平米を6分で掃除しました。この欄にロボット掃除機のブログのリンクがあります。